今回ご紹介する昭和美人は歌手で女優の足川義美さん。1958年12月23日生まれ。出身、東京都。身長、158センチ。血液型、大型。小学6年生から児童劇団に所属。1971年。ドラマ、空がこんなに青いとはで女優デビュー。1976年、花火で歌手デビュー。 同年シングル、雪ごもりで第18回日本レコード大賞新人賞を受賞しました。1979年から1年間、ワイド賞、小川博史賞のアシスタントを務めます。その後、1983年、本格的に女優に復帰し、数々の映画やテレビドラマに出演しました。1986年、武田鉄矢と武田胃蝶役21の CM に出演。 スナックのホステス役の彼女が歌った飲みすぎたのはあなたのせいよというフレーズが話題を呼び大ヒット。CM の中で歌われた男と女のラブゲームは彼女と武田鉄矢の所属するレコード会社間の調整がつかなかったため武田が自分のイメージに合わないとレコード化を断ったという話もあります。1987年にはこれも 武田胃腸薬21の CM ソングとなった武田とのデュエット曲、男と女のはしご酒を発売し、オリコン4位を記録。その際、カップリング曲として武田、足川版、男と女のラブゲームを収録し、1年経って初めてオリジナル版が発表されました。2005年、広島のホテルで転倒し、右顔面を骨折。暴れん坊将軍の全国巡業中でのトラブルでしたが、 病院から劇場入りし、18公演に出演しました。しかし、帰胸直後に目尻、目頭を支える骨が新たに陥没。右方から左方までワイヤーを通すという6時間にわたる大手術を行い、その後2006年3月に再度の手術を行いました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録。 高評価よろしくお願いします。